はい。皆さんこんばんは。はい。ええー、まあこうね、もうそろそろ皆さん寝る時間、もうだいぶ寝てる時間も、寝てる人も多いと思いますけどね。はい。なんでこんな寝てる時間にこんなライブやんねんと。まあ私もね、あの、基本的には夜はライブやらないんですけど、あの、いやいや、たまたまですね、えー、まあ X 見てましたら、ええー、と思う記事が、 あったんですよ。紹介されておったんですよ。まあ、これ、あの、平井さんがね、あの、まあ、うちの、日本保守党のですね、まあ、あの、党員でもあってですね、まあ、いろいろ、こう、私たちにアドバイスしてるけどあの、特に、あの、えー、経済安全保障のですね、えーまあ、そういう意味からですね、えーまあ、非常に、こう、有意義な、いろんな、こう、知識、あるいはこ、そ、え、のー、指摘を、 ああまあ、アドバイスをです、ねまあ、してくれる、まあ、素晴らしい方なんですがその平井浩二さんの X にですねええー、と思うような記事が紹介されてましていやこれねこれねちょっと見せれましてまずね私がなんやかや言う前になんやかや言う前にその記事をちょっとご覧いただきましょうはいえっ、ー、と えー、これね、僕、日経新聞取ってないんですけど、えー、春秋と書いてる記事ですあの、えー。春秋と書いて、春秋ですね、えー。春秋と書いてるコラボなんですけど、まあ、このコラボをね、全文読み上げます。あった、ためらってた。あのーまあ、いろいろ私が、まあ、この記事に対して、まあ、思うことあるんですが、その思うことを言う前にですね、えー、皆さんにこの全文を、うん、読んでいただきましょうあ。聞いていただきましょう。 春秋というコラボですね。こう、こう春秋と書いてます。はい。投票所って怖い。お仕事の前に朝一で行ったらシーンとしてる。すごく緊張して、誰の名前を書いたらいいか分からなくなって、思わずお母さんに電話しちゃった。そうしたら、係の人が、電話はダメですよって、自分で考えないといけないのはやっぱり難しい。と、まあ、坊戦が言ってます。ええー、まあ、そこで開業 先日初めて投票してきた20代の女性のこんな体験談を聞いた。だから今のはその20代の女性の体験談ですね。はいえー、高校卒業後仕事について数年同じ20代でも大卒層は政治参加に意欲的だが高卒層は政治は難しくて理解できないと尻込みがちになると、えー、若者の政治バラは、えー、非大卒層に限った問題。 えー、つまり大卒層じゃない層に限ってると若者の政治離れは非大卒層につ,つまり大卒ではないということですね非大,と大卒層に限った問題という社会学者の吉川徹さんの指摘が重く響く、えー、これは「日本の分断」という本そういう本からの、まあ、一,一文らしいんですけど。 大卒と高卒の比率は全国的には4対6だが、えー、東京都は6対4全国的にはねあの高卒が、えーえー、と大卒が全国的に大卒が4割で高卒が6割と、えー、ところが東京都に関しては、えー、大卒が6割で高卒が4割というデータがあるらしいです。 えー、都知事選の投票率が割合高い一員だろうと。はあはあはあ知らんで、ね、そんなことこの,この記事は書いとるねはい、えー、この記事はまあ遅かまあい,い一方で今春の衆院東京中国補選で前線した日本保守党は高卒,高卒層が支持したという分析もあると学歴の問題は口にしにくい それでも若者の高卒層と大卒層の断絶は深く政策でも学歴を考慮する時期かもしれないと、えー、またさらに会議してます、えー、人手不足や少子化食料安保防衛若い高卒層は日本の課題を最前線で支えるがその苦境は政治に届かない冒頭の女性が投票したのは客の女性に励まされたからだ 間違ってもいいよ。私だって分かんないんだからそんな風に背中を押してくれる人は今までいなかったあなたも声をかけてみませんかとまあこういう記事ですねだから、ね、これでこの記事でえー、あのね何を書こうとしてんのかなちょっとねいろいろ 悩ましいですね。私、小説家で、小説家なんで、だいたい文章を読んだ時に、この、えー、この作者は一体何を書くこうとしてるのか、えー、この文章で一体何を伝えたいのかということを、まあ、その本質をざっと読み解くのが、私の癖なんですけどね。その私をもってしてもですね、これは、どう、 何をこ,のこの記者は何を伝えたいのかちょっとすぐには分からないんです。はい皆さんかかりますかねこれあのちょっとねツッコミどころはいろいろあるんですよ。あの、えー、いきなりね投票で怖い。 えー、お仕事の前に朝一で行ったらシーンとしてる、すごく緊張して誰の名前書いてるか分からなくなって、思わずお母さんに電話しちゃったら、そうしたら係の人が電話はダメですよって、自分で考え,ないと考えないといけないのはやっぱり難しいみたいなね。これ,これが、えー、いわゆる、えー、先日初めて登場してきた20代の女性のこんな体験談を聞いたという、そういう書き出しなんです。しかしね、果たしてこの体験談が、本当の体験談かどうか、これ分からないです。証明しよう。証明できてません。 はい、あのー、これ勝手に創作で書いた可能性もあるんですよね。私はは創作ではないかという気がすするんですよ、えー、というのはねその次に書いた文章が高校卒業後仕事について数年同じ20代でも大卒層は政治参加で意欲的だから高卒層は 高卒層は政治は難しく理解できないし、尻込,込みがちになる。つまり、この文章を書きたいがために、まあ、その、この頭の女性の体験談をリードに使ったかなという感じはするんですよ。私はね、そんな感じはする。えー、それで、えー、さらにですね、えー、若者の政治離れは非大卒層に限った問題。 という、社会学者の吉川徹さんの指摘が重く響くって。ええー、ほんまかいな若者の政治離れは、非大卒、つまり大卒以外の人に限られてるんやって。ええー、じゃあ大卒は政治離れないのはぁ、あ、そうなん。でもこう言うてんねん、この人は。はい。えぇ、ー、高卒、ええー。 高卒層は、政治は難しくて理解できないと。うん、でさらに、えー、吉川と、社会学者の吉川徹おとたちのは、若者の政治離れは、非大卒層に限った問題。限ってるんですよ、これ。限った問題。だから、非、あの、大卒者は、政治離れ若者の大、若者の大卒者は政治離れしていないと、言ってるんですよ。これ何これ もうここまででね、まあ前半ですけど、なんかね、この文章非常に不愉快な感じがします、私は。あのね、本当、あの、学歴で分断してるのかとありますけど、私はそう見えますね。はい。で、さらに次の、次の産業、これがね、皆さんもう恐ろしい突っ込みどころですよ。 大卒と高卒の比率は全国的には4対6だが、東京都は6対4。つまり東京都は大卒が多いんだと。はい。全国平均は4、6で、えー、高卒の方が多いけど、東京都の場合は逆に6、4で大卒の方が多いと。で、都知事選の投票率が割合高い1位だろう。皆さんこれどう思うこれ。都知事選の投票率が高いかどうか知らんけど、私はね。 この人は割合高いのでって言てね。で、この記者もね。で、この割合高いのは、大卒者が多いからだって書いてるわけ。ちょっとこれ、このデータ本当かいな、と。はい。本当か、これ。はい、この、この記者に聞きたい。大卒は投票に行くけど、投票所に行くけど、高卒は投票、高卒は投票所に行かないのか。そういうデータがあるのか。 このデータ調べ、示してほしいね。まあ、ここまででだいぶね、なんかもうこの記事が、なんか何を書きたいのかなという感じはもうするんですよ。もうここまで読んでてもね、さあ何書きたいのかなと思うんです。そして、えー、その次、一方で、今春の、まあ、この春ですね、今春の衆院東京15個選で前線した、 日本保守党は高卒層が支持したという分析もあると。うん、あのね、えー、実は平井さんがそのデータ載せてくれてるんですけどね、これはね、なんのデータなんでしょうね、これ、たこれは多分もしかしたら、あそうか、アベマヒルズ、アベマヒルズのデータがね、あるんですよ、これちょっと、えー、お見せしましょうかね、えーまあ、こういうデータなんですよ、はい、アベマヒルズのデータ。 はい。で、この日、一番上が、えー、日本保守党なんですね。はい。で、この色分けしてます。この色分けはですね、えっ、ー、と、もあの、最も濃い部分は、小卒、あるいは中卒です。そして、えー、若干濃いのは、えー、そこから、えー、以下、えー、高卒、それから専門学校、それから短大と高専、それから大学、大卒、そして大学に卒と、まあ、いうふうになってます。 で、ええー、まあ、これで見るとですね、ええー、まあ、この一番上のこの日本保守党は、やっぱりこの、ええー、ちょっと濃い部分ですね、この高卒の部分、この高卒の部分が、ええー、他のところよりは多いんですね。はい。はい。ええー、これアベマーヒルズっていうのはどうやってデータ調べたやろうはい。つまり、えっ、ー、と、 これ私たち、えー、日本保守党の党員の皆さんの、えー、いわゆる学歴っていうのは私たちは把握しておりません。はい。あの、そういうものの調査なんか私たちはしておりません。はい。もちろんね、あの、えー、名前とか、いわゆるあのメールアドレスとかそういうのはちゃんと把握してますよ。どこに住んでるか、年齢、年齢はいくつか。これは把握してます。しかし、 えー、あなた、あなたたち、党員は皆さん、どこの大学卒業してますかとか、はい。学歴はどこまでですかとか、こんなん全く聞いてません。はい。ほんでね、だから、このアベマヒルズはですね、これ、どうやって調べたんかっていうのは、ちょっと謎なんですよ。これね、えー、日本人だけじゃないんですね。これ、いろんな、いろんなところ、例えば、立憲民主党、あ、これ、あ、そうそう、これね、名前書いてますわ。えっ、ー、と、えー、 あこれ安倍までやったんかな、飯山氏前線のわけ、日本保守党支持者をデータで分析って書いてますね、えー、日本保守党は国政政党ではない中、日本保守党は国政政党ではない中、票を伸ばした理由はとか、派手な理由はとかなんだけど、えーえー、投票先別の最終学歴と書いてましてねあの、日本保守党、飯山あかりさんは、あ他の党に比べてあの、高卒が多いですね。はい えー、この感じで言うとどう30%ちょっとですかねまあこれ棒グラフなんで、えー、細かい数字は書いてませんけどこういうふうになってますねでこれを見る限りですね、まあ、大体30%ちょっとかなで、えー、立憲民主党の酒井夏美氏はですね、えー、高卒は、まあ、178とかな。 えー、それで、えー、まあそうなってますね。それから日本維新の会の金沢祐氏は、まあ高卒が大体18ぐらいかな。はい。で、無所属の乙武さんはですね、高卒が10、まだ、あ、これは大体立憲民主党の坂井夏美さんと同じぐらいですな、ね。16、七7というとこですかね。はい。えー、それから無所属の須藤元玖さんは高卒、中学、中、これはね、今度は逆に中、中、中卒も結構あってまして、中卒と高卒合わせますと、 えそしてまあ上の方を見るとですねこれ面白いんですよあのえっ、ー、と大卒はですね一番多いのはこれどうやろう立憲民主党の堺井夏実氏が大卒が多そうですねこれえ四、ー、十まあ50%超えてますねでえっ、ー、と日本保守党はだいーセ40%ぐらいですか。で、えー、日本維新の会のええー 金田祐一さんも 50%, 50ぐらいですね、はい。大卒ね、これ。で、乙武さんの場合はどうでしょう。えー、これも大体50ぐらいですね。で、えー、無所属の須藤元気さんは、あまあ、20、30、20ちょ27、2代、30ちょっと切るぐらいかな。はい、そのぐらいですね。はい ということになってます。ですから、あの、このデータを見る限り、この安倍昌宏のデー,タを見るデータを見る限り、えー、立憲民主党の酒井夏美氏と、そ、え、れ、ー、から日本維新の会の金沢優衣さんと、それから武将族の乙武宏太氏はですね、大体大卒が50%ぐらいですね。はい。で、日本保守党は大卒が40%、ちょっと超えるぐらいですね、ント。はい、うんで。ところがですね、これを見てるとですね、大学院卒ってあるんですよ、一番端っこに。 でこの大学院卒はね、えー、まあこの一番上が日本保守党なんですけど大学院卒はね逆に日本保守党がねこう一番高いんですよはいあのー、はい例えば日本維新の会の金田祐一さんの倍ぐらいありますねあの酒、ーえー、井夏美氏さんのやっぱりこれも1.5倍以上ありますねそれから 乙武さんのそうですねこれは5倍ぐらいありますよね大,大,大学院卒は、えー、それから須藤元気さんのやっぱりあの大学院卒に限っては倍ぐらいありますね、うん、まあまあもちろんねこのデータがどこまで本まか知りませんよ、はい、どうやって調べたやと思いますはい、えー、まずね本当こんなデータ何人に調べたやと思いますでそんなねそんなね皆さんねこういうデータでね えー、例えば出口調査でね、どこへ、誰入れましたかで、ねえー、飯山あ,あかりさん入れました、えー。ちなみにあなたの最終学歴なんですかって、そんな答えますかね、うん、よう分からへんね。このデータ、どこまでほんまか分かへんけどね。まあ、仮にや、まあ、100歩譲って、このデータが、まあ、あまあ、かなり、 まあ、どこまで信憑性あるかどうか知りませんよ。はい。まあ、このデータを、まあまあ、日経新聞はこれは信憑性あると見たわけや。そうするとね、僕はところで片手打ちやなと思うのは、あのー、まあ、僕は、僕はこのデータ全然信用してませんよ。全然信用してませんよ。ただ、まあ、日本、日本経済新聞はこのデータを信頼したわけですね。で、だからもう一回、ここで言いますけど、じゃあ、信頼したなら、このデータを信憑性があるものとしたならですね、 えー、日本の人は高卒層が支持したという分析もあると書いてるね。この後と何も書いてないんだこの後とそ,そ,そ,それで終わりなんですよ。んでね、いや、ちょっとね、確かにこのデータが,あの高,卒層が高卒層が多いというデータになってます、グラフはね。でも、同時に大卒層が一番あ、ごめん、大学院卒が一番多いじゃないですか、このデータでは。 なんでそれ書かへんのでしょいや、僕はこのデータ全然、ね、もう,どう、しょ,もうしょうもないデータと思って、信憑性がないと思ってますよ。でも、まあ、この,このデータを信頼する、信頼した日本経済新聞、この、このデ,このデータをね、よりどころにした日本経済新聞なら、同時にそれも書かなあかんのちゃうのと私は思うんですよ。はい。どう思いますあの、確かに、このデータではこう、そういうが多い。まあ、これはか、これは書いた。じゃ でも一方で日本保守党は他の候補者に比べて大学院卒が圧倒的に多いとこれ両方とも書かなあかんのちゃうのところが日経新聞は大学院卒の多いっていうデータは無視してるわけですねもうちょっといきましょうね えー、高卒層は、せ、あごめん、ね、ごめん、ね、えっ、ー、と、えー、一方で今春の衆院東京1五億補正で前線した日本保守党は、高卒層が支持したという分析もある。学歴の問題は口にしにくいで。いきなりこっからね、分けるわけな結論になってくるね。はい。<laughs> 大学院卒が多いっていうのはもう一切無視してね。で、えー、高卒層が支持し、高卒層が支持したという分析もある。学歴の問題は口にしにくい。いや、口にしにくいんだったら口にするなよと私は言いたい。はい。 本当に。いや、口にしにくい言うて、堂々とあんた口にしとるがな。どうなってんのこれ、ちょっと見せてくださいや、もうね、何言いたいか分かんない。でね、さて、次から、ね。それでも、こ度はそれでもや。それでも、若者の高卒層と大卒層の断絶は深く。 政策でも学歴を考慮する時期かもしれない書いてるんやけどえっ、ー、と <laughs> 分かれんでここに結論いくのあの,あのねだ若者の高卒と高卒層と大卒層の断絶は深くてね断絶が深いデータどこにもないんですよあの,こあの若者の高卒層と大卒層の断絶が深いっていうねデータをしっかりあんたら示してくれてない証拠を。 えでしょ、いきなりね、えー、この間、先日初めて投票、えー、していた20代の女性がこんなこと言ってたよ、たぶん、そしてこの子は高卒ですねって言うといてね、で、えー、同じ20代でも大卒層は政治参加で意欲的だが、高卒層は政治は難しくて理解できないと尻込みになりがちだって、どんな、どっからどっからそんな話つく持ってきたのと思うんですよ。はい、あの,そのデータ全然示した、ね、いないいとねきり えー、同じ20代でも大卒は政治参加で意欲的だが、高卒は、高卒は政治が難しくて理解できないとり込みになり,なりがちな、知り込みしがちになるそして若者の政治バナは非大卒層に限った問題という社会学者の吉川徹さんの指摘は重く続くであるけど、この吉川徹さんのが出したデータ出してみろや。はい。ほんで、まあ、そんな風にして、しょうもないこと書きながら、いきなり、 若者の高卒層と大卒層の断絶は深く。政策でも学歴を考慮する意見かもしれないって、こんな、突然こんな分ける派な結論に帰結してるわけ。はい。皆さんどう思うこれ。なあ。まあこの記者は大卒やと思うけどね。もしかしたら大学遺族かもしれないけど。はい。いやもうね、あの、若者の高卒層と大卒層の断絶は深くてね。いや、 あんた断絶を勝手に煽ってるんちゃうのと私は思うんですよ。はい。いや、あの、断絶を深くっていう結論を出すんなら、じゃあ実際に高卒層と大卒層のどういうふうに断絶があるかということをきっちりとデータを示して、そして論理的にこれを説明してからの話やと。私ちょっとかなり怒ってますね。えー、あの、私はね、 あの学歴的に言うと高卒ですね大学に入りましたけどね、はい、大学に入ったけど、えー、大学中退なんで、えー、これはまあ,あ法的には高卒になるんですよこれでね私の友人でもね高卒でスタッさんいますよでもね高卒は 政治に無関心だとか、あるいは政治離れというね、が全然ちゃいますよ、これ。大卒でも政治とか全く興味なくて、もう政治離れし人うやついっぱいいますよ。はい。いや、僕,僕もね、さ、身近な、身近な,な友人を言うてるから、えー、日本全国のデータなんかもちろんないですよ。はい。でもね、 本当に大卒と高卒では、その政治的な、あ高卒はね、政治が難しくて理解できないと、尻込み、尻込みになるという、そこまで書くんだら、データを示すべきでしょうそのデータがですね、先日初めて登場していた20代の女性のこんな体験談を聞いていてね、その体験談は本まか嘘か分からんようなね、あの創作バランスか分からんようなこんな話を書いてね、この、これでね、結論付けられたら困るんですよ。 はい。ごめんね。私今日体怒ってるよね。はい。うん。あの怒ってるのはね、別に構想像ばかりされてるのがそういう問題なくてね、この記事がものすごいデタらメな記事やからですよ。これがね、あの、日本経済新聞はね、また日本経済新聞って偉そうにしる人るだったい日経読む層はね、えー、なんか学歴が高くて、えー、そして、うんと、えー平均、平均収入が高いとかね、こんなことね、 思っとるんや理系は。はい。はい。んでね、いや、これ、そうなんですよ、ほんまにね。で、いや、これ、いや、もうほんま、皆さん、むかつきませんなあ。もう、むかつく人は1やって、むかつかない人は2って押して、はい。ちょっと一回、データ見るわ。はい。うん、デ,データは大事やからね、はい。むかつく人は1押して、1、ほんまに。はい。 日経読むとバカになって、日経読むとアホになると。まあ、よう、こんなん書いたね。ムカつく、1、1、1、1。えぇ、ー、嘘でばーって書いて、1、1、1、1、1、1、1、1ばっかりや。2になんかあらへんがな。1、1、1。ほんま、1ばっかりやでな。はい。ほんま。いや、これ、この記事、この記事書いたやつ、顔見たいわ。まだほんのもうちょっと続くね。はい、さっきも言うんだけど。えー、こいつすごいよね。制作でも、 学歴を考慮する人かもしれないって。だから政策を考えるときに、学歴を考えながら政策やれって。何これアホかっちゅう話よ、これ。ものすごい、これね、この,この人、ものすごい偏見持ってると私は見えるね。はい。ものすごいこの人の偏見あると思うわ。どういう偏見か分からないけど、なんかね、気持ち悪いもんあるわ、この、この、この記事、この、この記者は。はい。 もう一度でもね、人手不足や少子化食料,安あ食料安保防衛若い高卒層は日本の課題を最前,最前線で支えるがその苦境は政治に届かない、まあ、これは分かるよこれはあのねここまで読んできてね松村文書こ,ここだけや特に何も言うてないけどね特に何も言うてないけど松村文書ここだけ。 人手不足や少子化、食料安保、防衛、若い高卒層は日本の課題を最前線で支えるが、その苦境は政治に届かない。まあ、これだけまともです。で、さて、冒頭の女性が投票したのは、客の女性に励まされたからだ間違ってもいいよ、私だって分かんないんだから。そんな風に背中を押してくれるとは今までいなかった。あなたも声をかけてみませんかって。わあ、これで終わってね、文章。はい。はい。はい。一体 この記事は何が書きたかったんでしょうはい。何が書きたかったんでしょうはい。えー、皆さん、この今私が読んだ記事から、この記者は何が、何が言いたかったかいうのはちょっとクイズにしましょう。皆さん言うて、はい。えー、こいつ本当に学者とかね、何の声かけやねとかね、意味不明とかね、アホやろって、えー、本物のプロレスラーに学芸関係ない。わかりません。意味不明。ようわからん記事や。わかりません。えー、間違う選挙で何が言いたのかわからん。 まず分断ありき IQ が高いのは中道なんとか不破なとかごめん言わなかったその記事書いてあげてあどんな卒論書いたのかしらよく卒業できたら学歴差別、えー、X のポストレベルマウントの取りたかただけただのマウント大卒選んだからこんな日本にっなってます人を学歴で語るな、えー、心な、えー、最後の文章と学歴の関係ははてな、はいえー、分からん気持ち悪い文章や、えー、日経大喜利、はい、学歴コンプ えー、歪んだエリート意識、保守党が嫌いかなとか、ポエム、えー、大学入試に出せ、とか。まあ、い,いいかも。もう皆ね、やっぱほとんどの人が、この文章の、この記事の意味がわからんと言ってます。私もわからん。ほいでね、一つ、もう一つ一番わからない、分からないのは、なんでこの文章、この短い文章の中に、わざわざ日報保守党を入れたのかということなんですよ。はい。この日報保守党の文章だけね、皆さん浮いてると思わへん まあ、まあ、まあ、全部浮いてるという、浮いてるけど、全部浮いた、浮いてる文章だけど、この、特に日本保守党の一,一行だけね、変な形で浮いてるんですよ。はい。ですからね、まあ私みたいな、こう、ひねくれ者はですね、こんな風に思うんですよ。全体の文章としては何を書いてるか本当に意味わかりません。はい。えー、じゃあ意味がわからなに、これを読んだ人が、 この読んだ、この文章を読んだ人が頭に何が残るんだろうと私は考えた。はい。ほとんど意味がわからない。けど、頭に何かが残るとしたら、私はこう思う。日本保守党て高卒に支持されてるのかと。これがね、頭に残るではないかと私は思うんですよ。他の文章がね、もう何かというかよくわからんから。 具体的な文章というのは、ここだ、ここぐらいなんですよ。非常に、あの、こあの、えっ、ー、と、なんていうか、こういうイメージが出てきてね。はい。こういうイメージが出てきて、具体的なのはここ、この文章だけなんです。つまりね、この文章が、えー、読者の頭に残るんですよ。というのはね、私はもう非常に意地が悪いから、こういう、こんな考え方するんですよ。この文章を読者の頭に残らしたいために、 書いた文章じゃな書いた記事じゃないのかと思うんですよ。はい。えー、つまり全体としてはもうぼやけてしまって、もう何言うてるかわからない。そうすると、その記事の中身は読者には頭に残らない。ところがその記事の中に非常に固有名詞を書いて具体的な文章が一つだけある。つまりそこに、そこだけが読者の頭の記憶に残るように書いたんではないかと。まあ私はまあこういうふうに えー、分析するわけですがどうでしょう私の分析は当たって